とされとったわ。こんばんは。でもね、ちょっと配信始めてしまったけどさ、あの私ポテトを頼んでしまったんですよ。でもまだ届いてないっていうね、気まずい。やだ、めっちゃ今からポテト頼んだらめっちゃ気まずいんやけど、どうしよう。これでさ、来てさ、なんか配信者だと思われるかな。まあ気まずい。ポテト待ちなんですよ。初よ、初。もう珍しいとかじゃなくて初なので。太るぞって。誰、まあ、来たら、あれ、え、初だよ。初ですよ。したことない。もう重たい腰を上げて雪が降っている中来ましたよ。初。白い部屋なかった。白い部屋はなんかなかった。もう一人ではなかった。何時間ぐらいって、3時間以内かな。本当に重たい腰を上げてきました。そう、雪降っとるんよ、広島。今年初雪です、私は。決心しましたよ。これは炭酸水。ほんとね。え、何歌おう。いや、一人カラオケ自体初でさ、もうどうしようって感じ。そう、昨日ね、あれだけしとったんよ。許可だけ取っとったんよ。カラオケ配信するかも、みたいな。そう、で、気が向かんかったらやらんどこうと思って。何歌おうかは、普通に、もう、コメントでのしか見ない。ナーラブさん、何タワー、セディアさんもタワー、何、みんな、初カラオケ記念ですか。あらあら。ありがとうございます。ちょっと待ってね。カラオケ配信、マイク、ねえ、ポテト早く来てくれんかな。オーバーチュアとか流してるときにさ、ポテト来たらめっちゃ来ませんやけど。ナイラブさん、決まったわー。しかもダブル、ありがとう。セリアさん、ありがたわー。ショールームに入ってない曲をやりたいよね。ミュートはすぐできるわ。気まずい。オーバーチュアな。ちょっとさ、ポテト来てくれんと始めれんくてさ、気持ち的に早くしてくれんかな。そう、エンボスは歌いたいと思って。あと春夏秋冬、
あ、夢力ね。春か春ねえ、早くポテトねえ、だいたいこういう時のポテトってさ、どれぐらい並べてくるの。オープニングアクト、オープニングアクト、え、何歌おう。ちょっと今日はもう割とカラオケに、普段のカラオケに入ってないやつを、そう聞きたい、聞きたいじゃない、歌いたい。え、ポテトポテトどれぐらいで来るもんな。ちょっと、はポテト来た気まずい、ポテトめっちゃびっくりした、さ、こういう急な音、緊迫する。あ、最近で一番びっくりした。さあさあ始めましょうか声で大きなく始めましょうか。なんか暗いよね、ちょっとごめんね。箸もくれたわ。よし、それではちょっと今のが一番びっくりしたわ。ノックオンをやめてほしい。もうちょっとゆっくりポンポンってやってほしいよじゃあオーバーチャーやっぱ流さないとね。もうこれは本当に始まるから。え、初よ本当に。え、オーバーチャーって入ってない？嘘や。え、ないんやけど。はぁ、入っとらんわ。あ、歌手名ね、間違ったわ。でさ、カラオケ自体本当にね、何年ぶりって感じないよ。本当に記憶にないぐらい来てない。オーバーチャーあった。ありました。え、何歌おう。ございません、ご了承くださいして、一番最初に歌いたいと思ってた。これにしよう。からこっちに入ってないからさ。ちょっとリクエストあったら随時お願いしますね。ああ。
人気らしいよ。あの何歌おうかなはもう本当にサラ最後の方、あの曲のサラが歌っとる最後の方でコメントをぶち込むのが一番ねいいと思います。サラがすぐあいいねってなったらそこで入れれるので、絶対にやらなさそうな楽曲一生やることのなさそうな、ちょっと STU のカラオケに、あのショールームのカラオケに入ってないやつ歌おうかな。
なんかさ、いざこんなにいろいろあったらさ、難しいね、何歌うか。サラが今までなんか思い出のある曲にしようか。僕たいね、懐かしいやつとか歌おうかな。本当はね、曲どんどん行きたいけど、懐かしい系とか、ないんですけど、なんか懐かしいやつがあるか。あ、でもまあこれにしよう。カラオケにしか、あっちのカラオケにはないやつ。食べる暇がない。Thank you.
け配信。なんかタワー増えてない？あら、ゆうちゃん愛してるタワーありがとう。リクエスト曲ありますか？皆様ギフトありがとうございます。ちょっと一旦ポテトタイム。ちょっと曲をあれしようかな。じゃあ曲会議もう今、はい、今みんなどんどん言ってください。アーンバチって、いやアーンはもうクックパッドでしかやらないから。早い早い。なんかできればショールームのカラオケにないやつ歌おうかなって感じではある。今とりあえずメモるわ、良さげなやつを一旦。あのセリフあるやつは多分あの採用されませんきっと今度のファンクラブイベントで吐息でネット歌いたいですって言ったんよ、ちゃんと。そしたらなんか吐息でネットは無理やったらしくて、そう、残念ながら排除されましたこれはショールームありなんかな、ちょっと覚えてないよね。そう、吐息でネットちゃんとそう言ったんやけどね、ダメやったんや。なんかカラオケじゃないみたいな、なんか機械の問題かなんかでできんらしくて。ダメって言われた。トイキでネットごちゃで歌ったやつです。皆さんこんなもんですか？今私がポテトを食べている間にリクエスト曲を。送ってほしいな。そう、48関係だけかな多分。と48、坂道、生駒井さんとかは歌えます、多分。あれ的に。なんかさ、入ってないのって何があるっけって感じ。ショールームに。結構歌ってない。じゃあ一旦 STU 楽曲コーナー入る。
ていうコーナー、 STU の入ってないやつ、仮病中は歌ったから、次はじゃあこれにしよう。私を引っ張るように
間違った。
この曲もなんせ3ヶ月やってないもので何にしよう。めっちゃあるやん、すごいじゃんってぐらいめっちゃある。ってぐらいめっちゃあるんやけど、どうしよう。でもさ、これワンハーフ、まあワンハーフでいっか。ワンハーフっていうかワンコーラスに多分なっとるよね。めっちゃ懐かしい。
あと何があったっけ、僕隊って。そう、僕の太陽とビンゴは入っとんよ、あれには、このショールームには。そう、意外と覚えとるわ。意外と覚えてます。あ、これやばい。成長したんで、あの時とは違う僕たちを見れると思うけどね。太陽って、あと僕の太陽公園、あ、これもやろう。これはね、桃鉄でやったんで。
メインじゃなくて後ろで踊ってたんで後ろで、おーおー、後ろで踊ってましたよ。ポンポン持って踊ってましたよ。えぐい。どうかどう
こう田中美穂めっちゃ思い出した思い出したって言ってもめっちゃ合ってるけど、国体ゾーン終わり。なんか二期生独特のあのレッスン場の二期生の感じとか思い出した。なんかやっぱ曲とかさ、あれ匂いってさ昔を思い出すよ。カラオケショールームのカラオケに入ってないみたいなやつ今まであったはずなのに思い出せん。思い出せない。めっちゃポテトタイムもう冷めたけど、今はポテトゾーン。レーダーをやらないよ。もう僕隊はもう僕隊公演のはやらない。これさ、みんなさ、お茶とかのさ、お茶とか取りに行くときさ、どうやって行っとん？うわ。なんかタワー増えた。矢島さん、ありがたわー。おいでます元気さんもタワーくれたってことかな。ちょっと流れて消えたかも。おいでます元気さんも。ありがたわー、ありがたわー。そう、メンバーみんなさ、どうしとんやろと、普通に行っとん。じゃあダッシュで行ってくるわ。
取ってきた。リップの塗る。うわ。そう、ミュートしてった。さあさあ、さあが普通に歌いたいやつ選んでいこう。あの順から。カラオケに多分入ってないやつを。研究生 UCBA って書いてある。結婚してギフトくれたらありがとう。
んかさ、曲のところにさ AKB ヒットソングメドレーってやつがあるんやけどさ、何勝手に流れるってことかな、メドレーでメドレーで勝手に流れるんかな、めっちゃ良くない？やってみるわ。何が流れるか分からんけど、歌えんかったら最悪や。
全部いいねこれメドレーめっちゃいいやん。ちょっと疲れたけど。そう、ラブラドールレトリバー以外は多分なんだかんだ全部やったことある曲やったかもしれん。ラブラドールレトリバー普通に好きすぎて見とったけんダンス分かったけど、それ以外は多分1回ぐらいは多分やったことあるやつな気がする。あら、遠いさん大好きだわ、ありがとう、ありがとう。このタワーのお礼は後日しますので、また配信見てください。ありがとう。全部踊れた割と、なんとなくしかもメドレー、ヒットソングメドレーが 1,2,3 とあるとか、普通のメドレー 1,2,3 ジョイサウンドスペシャルとかめっちゃある。2でやろうか、これにしようかな、やってみようかな、なんか違うメドレーもやってみようかな、どう？メドレー2ってやつやってみます何が来るか。まさかの、探しに顔を覚えよう。
ヒットメン、ヒットソングメドレー2終わった。いいね。みんなが知っている曲。3まであるけん、3までやろうか。何が来るかわかりません。
終わりました終わりました。メドレー3つ歌ってみました。歌えました。よかったです。うわっ、さあメドレー終わりましたが何を歌いましょうか。もうポテトが冷たくなった。オタクの本気。オタクの本気見せたりましたわ。
何も聞かずにどんどん入れとる。完全に自己満、自己満です。Oh,
と2曲ぐらい私の自己満ゾーンが続きます。何歌、あ、これ歌を入れとこう、うん、入れときます。少年よ自己満ゾーンは降ります。次で
言おうとしたら言えるんだから、やっぱ人様の曲ですから。STU の曲じゃないからさ。かい。
これ歌えるかな好きなんやけど弾くのと歌うの違うけんさ。48に特化しすぎとるだけであって、ね、可愛くいかないとこれは、あ、ミスった、チューする？
休憩だな。入れたやつは全部歌った。ちょっとお茶を次に行かないともう泣かれだして。急いでお茶をついできます。もうラストスパートです。もうラストスパートやけん、マジで何にしようかな。まだポテトある。ナイスコメントで思い出しましたよ。ナイス、ナイスコメント。I'm not afraid to die.
これ入ってなかったんよ。これ歌おう。サラやったことないけど。サラはやったことないけど。リトチャージ以来。違う曲流れた。ちょっと待って。ちょっと今日メール送れます。さあ、これめっちゃ好きなんよ、この歌。この歌大好き。さっき歌おうとしたあれ歌います。
ぎ、懐かしすぎじゃないですか。ああもうあとは STU 曲かな。これ終わったらあと STU 曲のもうほぼないけど歌って終わります。5曲以内かなとは。
っているさ。 STU のカラオケに、ショールームのカラオケに入ってないやつをとりあえず歌った。これはなんとなく歌いたい。これ、あ、もうあと3曲で本当に終わります。最初に歌わないよって言ったけど、まあ歌いましょうかって思ったこの歌。これ歌ったのにってなるけんさ、これは歌って、
ラオケ配信たくさんありがとうございました。最後の曲になります。最後の曲コメントたくさんしてください。初カラオケ配信ラストです。いただきありがとうございました。本公演は以上にもちまして終了となります。奇
生退場よろしくお願いします。何曲歌ったかな、分からん。もうでもメドレーがねめっちゃあったし、でも今回は HKT さんの曲とかほぼ歌えてないので、 NMB さんも歌えてないし、いっぱいね歌いたい曲はありますが、でも最初の方に歌ったんでね、春夏秋冬とか割と。それでは終わりになりしたいと思います。そうですね、でも本当思ったより楽しかった。一人カラオケだ、もう分かったのでやり方を、カラオケの聴き方も分かったので やばい、明日声出らんくなったらどうしよう。それでは終わりたいと思います。じゃあランキング読みますね。よいしょ。13位カプレさん、12位バーボブさん、11位浅香さん、10位ピルスさん、9位広島校パセリさん、8位ミノルンさん、6位7位安部さん、6位遠井さん、5位おいでます元気さん、4位矢島さん3位セリアさん、2位ゆうちゃん、1位ナラブさん、ありがとうございました。それではタワーのお礼は後にしますので終わりたいと思います。わそれではありがとうございました。明日は大阪でサラピリご飯です。インスタ吉田さらインスタフォローよろしくお願いします。今日は BLT の発売日でしたので、セブンネットでぜひゲットしてください。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。ギフト皆さんもありがとうございました。バイバーイ。テラソ、あ、スクショ、あ、これは必要ですね。初一人カラオケ。おということでありがとうございました。バイバーイ。